こんにちは、ゆいとです。バブルマンやっていこうと思います。前回はメタルマンとフラッシュマン、前回はフラッシュマンを倒しましたね。余裕でしたね多分バブルマンも大丈夫なんじゃないかな。敬語やらないっていう縛りをね、もうだんだん忘れてきてるから、ね、やばいよね。敬語で侵食されてる。あー、殺しちゃった。このカエルはなんかあんま倒さない方がいいと思います。思いっきり倒してたけどね、今倒したというか画面外に行ってしまった。これもなんかヒャダインさんに貸し付ける感じじゃないか。あー、もうゴリ押しで大丈夫です。ここは危ない今のカエル当たってたら死んでたな。よーし、ほい、いいね、もうここの音楽好きよし、ロックマン2も全曲いい、全部いい曲だよね。いや、ロックマンの曲自体がもう全部好きだもんな。ここで確かバグ技が使えたはず。いつかヘビが解説してくれると思います。ここはメタルブルベレードが一番早いんだけど、なんとなくロックバスターでいってます。いや、もう、いや、よし、全然当たんなかったけど今よし、ここね、ちょっと注意しないとすぐ当たっちゃうんですけど、まあ、大丈夫です。これ当たったら一発で死ぬってのもちょっと結構鬼畜よねよし、ダメだ、全然当たんない。ここか、ここだよし、来んな。はい、で、次また変えるかな。いやー、もう僕初めてやったのが小6の時かな。なんかね小6の時に Nintendo 3DS のバーチャルコンソール版のやつを買ってやってみて、すごい面白くて、なんかその時ね、確かファミコンのゼルダとか一緒にやってた気がする。そっからずっとファミコン好きですね。まあ一時期やってませんでしたけどよし、というわけでボス戦ですね。あまり面白いところもないのでこいつもメタルブレードで余裕ですメタルブレード一番多分使えると思います。バブルリードを装備します。イエイ、パスワードで、これがメタルマン、フラッシュマン、バブルマンを倒した時のパスワードです。こっからパスワードを入力するとできるんで、ちょっとやってみてください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。じゃあまたな。